プライスレス。非常に貴重なこと。金で買えないようなこと。友達とか時間、夢、家族、思い出とか愛ですかね。命ですよね。才能、人の心、人脈とか友達とか家族とか人の気持ちだよね。若さっていうのはやっぱり人の愛情とか信用とかですか。心ですよ。お金で買えないものはないです。愛情、相手を自分にとってかけがえのない存在として愛おしく思い、また相手からもそのように思われたいと願う本能的な心情。私、エクシオ代筆サービスの水野と申します。はい。詳細な内容をお伺いさせていただきたいと思いましてご連絡をさせていただいたんですけれども、はい、はい、どんなところが好きか具体的に教えていただいてもよろしいですか。笑顔がいつも絶えない感じになっているんで、すごい明るくて朗らかなところが、 SNS 上でやり取りを行ってそれでそこから出会ったっていう感じですね。さようでございますか。はい、かしこまりました。ずっと一緒にいたいなと思ったのでそれでって感じです。承知いたしました。はい、どうしても入れてほしいというお言葉ございますか。そういうのが特になくて、なんだろう、好きという気持ちさえ伝わればいいかなと思います。はい、かしこまりました。はい、SNS とかで、短文しか書けない方が結構多い中で、伝えたいことのこう流れがこ うまく作成できないっていう部分をやっぱりこう代筆という形でご依頼される方が多いです。東京プライスレス。プライスレス、非常に貴重なこと。金で買えないようなこと。